ウイレ2021続きやっていきましょう。前回から多少進めております。スケジュール確認しましょう。はい、前回ここだったね、シャフタルドネツクとクロトーネ1対0で倒して、そっからまあまあ進んだか。じゃあ11月のもう半分を超えております。もうほぼ12月。スパルと、ウディネーゼ、今日この2試合をやっていこうと思います。はい、スパル戦スタメンこんな感じです。キーパーシリグ、ディフェンスボアテング、スモーリング、バンバ、中盤にサンティカソルラ、フェライニーがいて、ジョアン・モーティーニョ、さらに久保と、バルブエナもいます。トップにミュラーとホーランドを置いている形です。はい、行きましょうか。いや、リーグ戦今1位なんですよ。首位なんでね、もうこのまま突っ走って優勝を狙っていきたいと思います。キックオフです。さあやっていきましょう。スパル戦ですね。さあウィーレの方なんですけど、eフットボールの2022のなんかアップデート、まあ大炎上中っていうことで、アップデートが11月の上旬に行われるみたいなんですよね、今の予定だと。ただこれ一回延期してるんで、どうなるか分かりませんけど、まあそれ次第では多少遊べるようになってくれると願っている感じですけど、どうなるのかな。まああれからどのぐらい改善されるかっていうところ、そしてマスターリーグがいつ来るのか、それもまだ分かってないからね。そろそろ分かりたいよね。来た来た、惜しい。さあプレッシャー早くかけて OK、 ボールを奪う、ナイス。さてミュラー一回これ戻そうか。そして右サイドからの展開に変えていこう。でジョアン・モーティーニョ上がらせて、そのまま、まあ一回戻してみるか。フェライに上げて、来た来た来た、よいしょナイス、ホーランド、よく届いたね。先制。いや、この久保の絶妙にパスが通って、クロスが弾かれたけど、まあ、振り向きざまというか、後ろに来たボールに対してホーランドがうまく決めてくれた。まあ、形はね、ちょっと格好悪い感じではあるけど、先制点には変わりなしと、点が入ればいいんですという感じですかね。ここはボアテング、いやー、セカンドボールを取られてしまった。おお、打ってきた。ここで久保を使って縦のフェライに繋いで、もう1回フェライニが、これはスモーリングじゃなくてスモーリングじゃなくてホーランドだった。いや、まあでもシュートで追われてるんで非常にいいですね、これ。さあサンティ、ボールキープ、久保、これファール、これはファールもらおう。OK。ここでファールをもらいます。さあ、ここでファールをもらって、十分に狙える位置です。バルブエナにしようか。うん。ここはバルブエナのフリーキック。あー、だいぶ曲がる。だいぶ曲がっちゃった。思った以上に曲がって、キーパー正面ぐらいになっちゃったな。一回ここ。さあバルベナそのままスルーパス、ミュラーがそのままシュート、これはでもファールをもらっていると。よしよしよし、連続してこれフリーキックが蹴れるんで、今度は久保で行ってみようか。このぐらいで曲げる、いやー落ちなかったか。決めたかったね。さすがにね、1点だと安心ができないんで、せめてもう1点取りたかったけど。さあここはしっかり守る、しっかり守る、嘘でし
すごいシュート、完全に油断したわ。いやー、このノータイムでシュート打ってきたな。マジか、完全に油断した。これはいけませんね。まあ、ただ、ああ、このクロス、質が悪い。いやー、ちょっと待って。ジュアン・モーティーには上がらせて、クロス上げる、きた。いや、まあでもこの形だね。ジョアン・モーティーニョスタミナがあれだから、もう前半で変えてもいいかな。さあ、ジョアン・モーティーニョに変えて、ワイナルドゥム入れました。後半行きましょう。さあ、まずボール奪うところ、ワイナルドゥム。元気のあるワイナルドゥム。しかし、ここは繋がれて振り向きざま危ない。なかなかシュートで終わるっていう意識があるのかな。さあ、ワイナルドゥム。ここは、久保、サンティ、バルブエナ、ミュラー、決定的なところに持ってけないけど、これはファール。もらった。これは、これは決めたい。さあ、この位置、絶好の得点機でしょう。久保でいっか。距離なら、直接狙える距離ですよね。狙う。いやー、画面。一回戻す。フェライニ、ワイナルドゥム、もう一回フェライニじゃない、久保がいる。さあ、どうする。いや、キープキープ。ミュラー、バルブエナ、ミュラー、もう一回。うわクリア、うわ惜しかった。さあ、久保使うか。戻す。ミュラー、スルー。これがね、ファールにならないんだよな。ナイス、ボール奪って。スモーリング、そのまま上げて。トラップがでかいけど。でかいけど、スモーリング、来た。スモーリング。ポーランドではなく、スモーリングよ。いやー、よくつないだね。ここで取られなかったのと、ポーランドをよくタイミングよく、そしてスライディングシュートが決まった。だいたいああいうシュートって決まんないんだけどな。さあ、まあこういうロングボールをね、上げさせてるうちはそんなに危険ではないと思うので、来た来た、フェライニ繋いでーす。いやー、来た来た来た、ホーランド。なぜかスモーリングと間違えそうになる。背が高いからか。まあでもこれは決定的な3点目。ここね、このパスが良かった。そしてうまく繋いで、最後はホーランド。さあ、これは勝ったでしょう、もう。あとは試合の終わらせ方といったところかな。ワイナルドゥムにつながらない。ワイナルドゥムうまく使えなかったな。でもこれで2点差ですからね。ここはプレッシャーをしっかりかけていって、もうこっからは無失点でいきたいところ。 OK。さあ、ボール奪って、ロスタイム3分。ここは、うまく繋げない。うまく繋げなかった。でも、まだチャンスがあるか？まだチャンスありそう。イハターレン。うわ、なんか、そのまま打っちゃった。まあ、でも終わりか。はい。ということで、うまく、3点取れましたと。スモーリングのスライディングシュートが良かった。はい。まあ、18本も打ってるからね。もう1点ぐらい、もう1点、2点ぐらい取れてもいいかなと思うけど、はい。圧倒しての3対1の勝利と。いうことで、もう1試合行きましょうか。
はい、それでは2試合目ウディネーゼ戦やっていきます。スタメンはキーパーノイヤー、ディフェンスアルビオル、ジョニー・エバンス、バンバ、中盤にボナベントゥーラ、ジョアン・モーティーニョ、ウェイン・ルーニーがいて、グアルダード、そして本田圭介もいます。2トップにレアオンとジョレンテといった形でございます。はい、それでは行きましょう。ウディネーゼ戦キックオフです。ウディネーゼ対トリノ、行きましょう。ウディネーゼ戦です。ウディネーゼもね、あんまり対戦成績良くない気はするんだよね。なんか負けてる印象がちょっとある、うん、っていう感じなので、まあちゃんと勝っていきたいよね。あの一応1位なんですけど、リーグ戦ね、1位なんですけど、2位にすぐユベントスが勝ち点1差で詰めているので、まあ引き離すためにも負けられないですよね。負けた瞬間に2位っていう可能性が全然あるんで、まあ、まだね前半ですけど、前半戦ですけど、前半戦のうちになるべくねもう勝っておいて、あの後半戦ギリギリにならないようにねしたい感じはあるけど、いやウディネーゼって勝てんだよな、守備がなかなかね崩せないんですよね。守備堅固、そんなイメージがあるけど、つなぐ、きた、つなぐ、いやーファールもらえねえか、本田、いやーそこじゃない、ジョレンテここヘディングで、なんとかキープしてほしかったね。いやちょっともどかしい時間帯、ここはしっかり奪う、ナイス。さあバンバが上がる、重戦車バンバが上がっていく、もうそのまま上がってクロス上げて、いやちょっとクロスが高い。さあ点が入らないまま36分になってしまった。そろそろ点が欲しいけど、本田つながるか、つながらない、惜しい。ヘディング、ナイス。さあつないできた、レアオンに通るけど、ちょっとトラップでかかったね。いやうまく反転された。ただここはグアルダードがここまで戻っての守備、本田からボナベントゥーラ、そして本田につなぐ、ジョレンテ、もう一度本田、本田シュート、ニアサイド押し、本田からボナベントゥーラ縦、ジョレンテキープ、レアオンを使う、いやー取られたか、前半終了かな、うん、まあ硬いね。さあ後半やっていくんですが、まあまだねウディネーゼにシュートを打たせていないという点では非常に、いいので、まあこれは続けていって無失点でね、最悪ね引き分けは取れる。ただね点が取りたいね、うん、2点ぐらいは最低でも取りたいので、ちょっと工夫して攻める必要があるね。前半あれだけキープして結局 3本だけだもんね、シュートが。だからもっとクロスの数増やすとか工夫をして攻めないとちょっときついかな。レアオンにつなぐ、シュート、シュート、おーっと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 何が起きたっていう感じの、ちょっと膠着状態続いてるね。まあ守備、こちらの守備は非常にいいので、まだシュート打たれてないんでね。さあ本田、で縦ボナベントゥーラ、ちょっとこれ届かないか。まあでもマイボールなので、ここで選手変わるか。さあポーランド入ってきたね。シュート、ジョアン・モーティーニョ、
まあまあいいシュートだけどちょっと正面すぎたね。アルビオル、ナイスヘディング。そして右サイドサンティ、サンティも入ってきてる。立って、あー、ここはクリアでピンチを出します。重戦車バンバ行ってもいいけど、ちょっとここ横パス取られた。これは危ないけど取り返す。守備がめちゃめちゃいい。この前の試合ではスターティングメンバーとして起用されました。サンティ、来た。いやー、重なった。ここはホーランドに当てて、ヘディング。いやー、来た。まあ、正直こんなはずじゃなかったとは思ってるんですよね。来た。まだゲームは終わってないですけども、サンティから、ここはパスでいいよ。いやー、つ。いいとこまで攻めたんですけどね。あのニアサイなんかファールもらえたらなとか思ったけど、さすがにきつかった。縦レオン、やっとこれだけ攻めてまだ0点。決定的な場面がないんだよね。これはやばいな。攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。一回ここ戻す、つなぐ、つなぐ、バルブエナ、ここは守りきるしかないでしょ。つなぐ、いやー、ホーランドからレアオンにつなげたかった今。いやー、0対0。これはもどかしいね。守備堅固なウディネーゼに対してさ、本日の対戦何かコメントございますか。シュート7本、これは勝ちたかったね。はい、そんな感じで今回以上です。また次回です。お疲れ様でした。さよなら。